はい、今日から俺は YouTuber 西島さとしです。今日はこのアマチュアグローブの独特のこのクッション性の高いグローブの特性を生かしたこのブロッキング、アマチュアでよく流行っているブロッキングの仕方を紹介したいと思います。まずじゃあ渡辺さんにこう何も考えずに攻撃が遅いです、亀になってもらって、それにあずちゃんがもうフックでもまっすぐでも何でもいいです、ちょっと攻撃するっていう感じでいきましょうか。渡辺さん動いてもらっていいですよ。動いてもらって、その中こう亀になった状態で動いてきたらもうブロックしてるから全部守るっていうイメージで。まあできてましたけど、正直やっぱり最初の人ってやっぱりこう顔ボディを守ることよりも顔をもらうことが怖いんで、グローブをこういう感じで結構前目にこういう前目にしてしまう人が多いんですよね。こういうことによってこのフックをまずもらいやすいのと、あとは自分のパンチが見えないっていう欠点があるんです。僕的にはこの狭いんでここにある2は見えるけどこっちのパンチが全く見えない。受けるときに何も考えずに置いてたらこうずっと力入れっぱなしにするとめちゃめちゃ疲れるし、何もタイミング合わせんとただ置いてるだけやとやっぱりこうどん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 こう剥がれていってしまって、4発目3発目っていうのはかなりもらいやすいと思うんですよ、僕的には。なんで僕がおすすめしてるのが、まあ、まず軽くグーに入れてもらって、でこのこめかみ、このこめかみですよね、こめかみにグローブはもうほんまにこめかみに対してなんていうの、こう垂直っていうか前面つくようなイメージで、そうこういうイメージで置いてもらって、その肘を締める。そう、僕のブロックの仕方はこれです。でこれってもらうやんと思うと思うんですけど、ちょうどしっかり締めてるとグローブが入らないんですよ、しっかり強く締めてると。なんでやみくもにこうやってるんじゃなくて、相手が来た瞬間にちょっと気持ち締めるようなイメージで、何も考えて置いてたらこう飛ばされてしまうんで、常に力入れてるというよりは力抜いて置いておいて、来たらグッとグッとこう自分の胸の方に肘を持っていってパンチをこうここで止めるようなイメージでやると、こうなってるとやっぱりこう痛いんですよ、グローブの手が当たってしまって自分も痛いし顎も上がりやすいんですけど、パンチが来た瞬間に力入れてここでここの肘の部分をしっかり胸のあたりにこう当てるイメージで、全体で受けるっていうイメージで、そうそうそう。でその時にこう津田さんは今こう結構前に行ってしまってるんで、前に行くとやっぱり自分のパンチ持ちづらいんで、もうその場にいるイメージで、その場でグッと吸収するイメージ、そう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 、ここを使って、ここで受けてるけどここの伸縮でドンとここで止めるっていうイメージ、こうすることによってこうなんていうんですか、こうもう要するに頑丈なガードがしつつ、そこからも攻撃もうドンドンっていうイメージで、ずっと力入れてるとやっぱりこう攻撃で硬くなってしまうんですけど、タイミングよく例えば僕じゃあこっち打つんでこっちをガードしてもらって1で力入れて2で打つっていう意識です、うん、そうこういう感じで常に力入れるんじゃなくて自分の中でリズムを決めて1、2っていう感じで決めたらもう抜けて強いパンチが打ちやすいんで、まあ僕はこのブロッキングをおすすめしてて、でまあ上の防御の仕方は基本的にはもうここに当てて締めるだけです。でもこの時のポイントは、マサちゃん見たら正面になってるんで、体は半身で顔はまっすぐ手ばかりです。すごいイメージです。だし右肩はオーソドックスの人は右肩は絶対後ろ、こういう感じですね。今の悪い人っていうのはやっぱ結構こういう感じになりやすくてパンチも返せないっていう、だしいつもの構えのままこうなるイメージです。この常にブロッキングしない人はこの半身を意識してこの相手のパンチが何か来るのかが分からなくなった時だけ使うのがいいと思います、僕的には。だってあずさちゃんとかやったら常にブロックしてたっけ、してない人はこうこの自分の得意距離というかこの相手の伸びるパンチの時はいつもの構えでやって、だからこのどっちのパンチ当たる距離に相手に有利な状態で入られたときに、あずさちゃんは攻撃僕が何が来るか分からないと思うんで、そういうときに瞬時に使う。
常に使うというイメージじゃなくて、使い分ける、使い分ける。あとは、まあ、渡辺さんのようなこう常にちょっとガード固めでブロッキングしたいという人は、常に置いとくようなイメージで、もう全く力入ってない、この全く力入ってない状態を常に、常に意識。こういう状態、もう肩がちょっとよく、こうリズム取ってたら肩がちょっと上に上がるぐらい力抜いて、相手のパンチが来た時だけこうグッと、今の私たちちょっと前に来てしまってるんで、もう吸収するっていうイメージで、あ、そう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 です、そうそうそうです、こうです、こっちのフックとかもこっちでこう、こう、こう吸収するイメージですね、あ、そうそうそう、で、それをあまりにこう超えると顔もこうやってやってしまうんで、手だけで、あ、そう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 、あ、そうそうそう、でもこうやるけど、ここの幅は変わらないようなイメージです、僕的には。例えばこう来て、フックやと思ったけど、ジャブやった時にもらってしまうことがあるんで、今の感じですけど、そうです。この間は変わらず。やると、上のパンチは基本的には防御できます、防御。で、まあ、さっき渡辺さんが僕に質問してくれたんですけど、それやったらボディどうやって防御すんねんっていう。という意見なんですけど、ボディも結構こう、こうやって下ろすとか、まあ、下ろさないと基本的に完璧にはガードできないと思うんですよ、確かに完璧には。けど僕のやり方は、まあ、いろんな人が言ってるんですけど、このままの状態でボディって言ったらここ基本的にここ狙われますよね。なんでこのまま渡辺さんはこっちに振り子のようなイメージ、こう言うたら、こうリズムを取るこの振り子のようなイメージで、こっちがボディ来た時にこうガードを固めた状態で倒れます。あ、そうです、こういう感じ。そういうことすることによって膝は同じ状態で、このここのスタンスは変わらず防御できるんで、そのままアッパーとかが打ちやすいですし、こうなってしまうとやっぱり次右しかこうへんってことになってしまうんで、この足のままこう防御することによって、あ、変わってたかな今、防御することによって、まあ、右どっちのパンチも打てるっていうメリットもありますし、バランスも崩れない。なんでこの僕がおすすめしてるのは、この上は絶対最小限にもらわなく、フェイントに引っかかろうが、今の言うたらボディ打つと思って渡辺さんこっち行きましたけど、僕はフック打ったんですけど、ここさえ崩してなかったら基本的に横のパンチはもらわないんで、そんな怖くないです。なんでここの間は意識しつつ、そうそうそう、でこっちもこうで、このまま倒れたらその反動でフックとかも打ちやすいですし、こっちでも倒れたらそのままアッパーでも打ちやすいですし、まあストレートでもできますっていう感じのブロッキングを僕はお勧めしてるんで、よかったら。ありがとうございます。ありがとうございます。